ってか。居酒屋の清掃。地下内に汚れを片付けてください。顧客の中で不満を感じて離れていく人もいるかもしれません。はぁ、あ。汚ねえ。かつてはここに厨房があって、もうこっからやろうとすんの諦めた方がいいよ。いや、このレベルから復興ないだろう。あ、これ、取んなくていいのか。おー、行きますよ。ちょっと、初めての注ぎ、みんな見てて。わっ！え？わー、はっ！おー、パーフェクトですね。これむずっ。よしや。はっ！はっ！はっ！ちょっと早めにやった方がいいんだな。あ、興奮しちゃった。やばーい、興奮しちゃった。もう、ドジっ子なんだかなぁ、ね。あ、よかった、人いた。独り言になっちゃうかと思った、一瞬。ま、ちょっと、お姉さん、出来のいいものを渡しますね。あ、どうぞ。あ、こうやっておくのか。オッケーです。どう？美味しい？ありがとね。わ、お金くれてる！わぁ、15円もくれんの？あれ、5円で売ったのに。あ、5円で買ったのに。イェーイ！めっちゃいいやん。なんかその年上のさ、女の子たちとさ、あの結構仲良かったんだけどさ、当時。なんか、その時にすごい、坂本もね、大きくなったら、なんかバイトとかをするようになるんだよって言われて、で、あ、そうなんだと思って。で、バイトってどういうことすんのみたいな感じで言ったら、なんかあの、大体は、あの、自分たちがね、こうやって行ってる飲食店とか、あと、なんかそういうカラオケだったりとか、映画館の人だったりとか、でも映画館の人は、あの、大きくないとあんまりやれないんだよ、みたいに言われて、え、そうなんだって、映画館の人って大きくないとやれないんだと思って。え、なんか、ああいうのに年齢制限みたいなあんだっていうの知って、居酒屋のバイトは、なんか、高いんだけど、お金高いんだけど、やんない方がいいよって言われて、で、え、なんでって言って、あの、とんでもなく、食器が汚くて、で、食器を洗ったりするのも大変だし、で、なんかあの、もうちょっとね、なんか、今はできないけど、夜間とかも働けるようになると、今度は吐いた人のなんか掃除とかもしなきゃいけないんだよ、みたいに言われて、え、嫌すぎって思って、そんなの頑張ってんだ、居酒屋の人って、と思って。うわぁ、でも、大変なんだな、バイトって、ってなって、すげーって憧れてたの。え、そんな感じのことをしていくんだ、これから自分も、みたいな。すごーって思ってたのに、その子ね、全然バイトで飛んでたんだよね。全然なんか、聞くたんびにバイト変わってて、うん、今思えばね、めちゃくちゃ飛んでるんだよね。普通に、すごい人だーって思ってたけど、バチバチ飛んでたね。顧客にソーセージを注文、え、待って、ソーセージ？ソーセージが作れるようになったみたい。やった。わあ、すごーい。楽しみすぎる。ソーセージ、あ、欲しい？お姉さん、ソーセージ欲しいの？坂本のソーセージ欲しいの？そう言って。坂本のソーセージが、すごい前のめりになってまで欲しがってる。どうぞ。なんか、違うんだよな、求めてんのと。求めてるものじゃなかったけど、なんかまあまあいいや。すっごい食べたそうだったからいいや。え？ちっちゃい頃からすごいお酒のおつまみみたいなものが、食べ物が好きでそもそもね。なんか、変なんだけどさ、うち、え、大丈夫？ほんと。大丈夫そう？あなた。大丈夫ですか？あー！ダメそう！ダメそう！なあ、こいつ！やばいよ！ベロベロなんだけどね。ほら、起きてよ。起きてよ。ちょっと、大丈夫？ほら、ここにいな。はい。ねえ。ソーセージね。ソーセージ好きやな、みんな。そんなにみんな坂本のソーセージが食べたいんだね。はい。はい、坂本のソーセージ。
で、坂本のソーセージでしょ？なんか、そこに突っかかってくるのは皆さんの感性に問題があるんじゃないですか？坂本のソーセージですけど。坂本ね、正直ね、ディズニーの、ホットドッグ超人気なので、なんか、TikTok とかでも、ディズニーのグルメはこれみたいなのがあって、嘘だーと思ったら、ちょっと正直。あんま、そんなになんか、正直、ディズニーって食べ物美味しいのみたいな。当時あんまり知らんくて。で、なんかイメージ的に、いやー、テーマパークでしょ、そんな求めてないと思うよ、美味しさ、とか思いながら、どうかなーって思って食べたらめっちゃ美味しくて。もうめっちゃ、本当にめっちゃ美味しくて。で、なんかその、ソーセージの部分もね、すごいなんか、うめえソーセージの味がするの。なんか、ただその辺のソーセージ焼きましたじゃなくて、うめえソーセージ焼きましたって味がして、うまーってなって、そっからなんか、すごい、あ、ディズニーの食べ物っていいのかもってなって、なんか坂本さん幼少期かなんかに行ったディズニーの、その時に、なんか自分がね、まだ今よりも食べれるものが超少なくて偏食だったのもあるんだけど、って、これ美味しくないって思った記憶があったの。それ以来、って思ってたんだけど、もしかしたら本当に野菜たっぷりだった記憶があるから、それのせいかもしんないけど、そっから期待してなかったのに、もう今となってはディズニーのグルメ超美味しい。なんかもう、普通にディズニーでご飯って最高だなって思える。